おはようございます。黒犬です。今日なんですけども、今日17日、フジテレビのワイドなショーという朝の10時の番組なんですけども、そこで M1 を優勝した霜降り明星のあれですね、粗品さんとせいやさんが出てて、R1 グランプリでこの前優勝したんですよ、粗品さんが。それでゲストとしてせいやさんも一緒に出てて、そのせいやさんの交際相手の話になりました。その時の話で思ったことがありまして、付き合ってた彼女がせいやさんの女医で、やっぱ女医って美人なイメージがあって、3ヶ月ぐらい付き合って別れたそうなんですけども、M1 を取って会えてないというのがきっかけで2人で話し合って、あっちもあんまり好きじゃなかったみたいみたいな感じで答えてて、僕も勢いで付き合ってしまったのかなってと語っていました。で、粗品さんが M1 優勝したからもっといい女性をいけるって邪念もねと話すと、せいやさんが「助けろや」と突っ込んで めちゃくちゃせいやさんちょっと焦ってたんですけど、爽やかな別れと言いますか、2人で友達に戻ろうかということですと、円満な別れであったことを強調していました。やっぱ芸人さんって上り詰めるとやっぱり女性も高く望むのかなと思いましてね、せいやさんも。でも絶対女医って可愛いじゃないですか。絶対とは言えないですけども、大体ね、想像するんは可愛い人、綺麗な人だなと思うんですけども。僕、霜降り明星のせいやさんを知ったのは、あれなんですよ。去年の滑らない話で出てたのがきっかけで、その話が面白くて、この人面白いなと思って結構見てたんですけども、でも最近もね、テレビでめちゃくちゃ出ていて、確かに頭いいんですよね、粗品さんは。それせいやさんも頭いいんで、いつも焦ってる感じはするんですが、喋ってる時でも考えて喋っているんだなとすごく思います。なんですけども、何を話しているのかっていうと、霜降り明星さんね、多分これからね、お笑い界をね、引っ張っていく若手であると思うのでね、僕は名誉をつけていますね。どうですか、皆さんも芸人さんで目をつけている方いますかね。僕は今のところ霜降り明星ですね。ワイドなショーで松本さんとかもめちゃくちゃ、毒舌というかボロクソ言うキャラなんですけども、ボロクソ言う割にはめちゃくちゃ笑ってましたね。せいやさんのね、キャラクターもいい感じだと思うので、皆さんもね、やっぱりせいやさんみたいにその勢いで付き合ってしまったりするのは、いいとは思うんですけども、その後を考えたらやっぱり幸せではないのかなと思いましたね。やっぱりね、2人でね、話し合ってね、気持ちよく付き合うのがいいんではないかと僕は思いました。今日はね、このくらいにしておきたいと思います。それでは。